はい、皆さんこんばんは。ビレッジオブサイバー人狼ゲーム、パート3ですね、やっていきたいと思います。前回前々回と、簡易村通称村、どちらもねクリアというか、まあ、村側でね勝利に導くことができたんですけども、今回はね陽子村と呼ばれる、まあ、いわゆる陽子という役職が加わった村をやっていきたいなと思います。で、人狼が3人で陽子が1人っていうことなんですけど、陽子ってそもそも何なのかっていうことをまずはご説明したいなと思うんですけども、陽子っていうのは村側、人狼側、陽子側っていう、まあ第三陣営ですね。で、陽子の勝利条件っていうのが、ゲームが終わった時、例えば人狼が勝った、人狼と村人の数が同数になった時、陽子が生き残っていれば陽子の勝ちなんですね。で、人狼を殲滅しきった時に陽子が残っていれば陽子の勝ちという役職です。で、陽子は村側として数えられるんですけども、陽子を倒す方法、人狼が陽子を噛んだ時に陽子は死なないんですね。だから狩人が守ったみたいな感じになるんですよ。犠牲者が出ないっていう感じになる。で、じゃあどうやって倒すのかってことなんですけども、投票で追放して倒せる方法と、占い師が占えば、村人判定が出て、倒すことが可能になります。はい、じゃあやっていきましょう。宿屋主人フーゴ、誰だ、フォルカーだ。エーファが風邪をひいてしまって、薬を分けてほしい、あげてくれ。信じられんな、あの娘が風邪をひくなど。他を当たってくれ。宿屋主人フーゴね。地獄に落ちろ。こいつもう釣っていいんじゃないかもうこの時点でこんな時間に訪ねてきよって、無礼な小僧だ。それに万が一を考えたらとても扉を開けられん。何が起こるか分からぬ世の中だしな。もうすでにあいつ人狼に備えてたな。なんかしつこいぞ。他を当たれと言っておるだろう。ローザです、フーゴーさん、開けてください。え、ローザちゃん、確か今は隣村にいるはずでは。いやいや、分かった、今開けるよ。このエロジジイがこのエロジジイが。村に人狼が潜んだという噂が流れました。対抗する特殊な能力を持つ村人もいるようです。村人たちは半信半疑ながらも話し合いをするために集会所に集まりました。さあやっていきましょう。歌姫エルザ、私がこの村の共有者よ。相方は潜伏中。なんで私がこんな目に遭わなきゃならないのよ。ほうほうほう、私がこの村の共有者よと。私が占い師よ。狼退治は任せてちょうだい。お、占い師カミングアウトしました。酒場のママヘルガ、占いカミングアウトよ。ソーセージエーファ、エーファいつもなんか占い師カミングアウトしてない？私を信じてれば村の勝利は揺るがないわ。え、占いカミングアウトだ。え、3人占い師出ました。この内訳なんですけども、俺が考えるに1人はまあ本物ですね。で、あとの2人が人狼の可能性で、人狼狂人の可能性で、陽子が占い師に出てきてるっていう可能性もワンチャンあるんですね。なぜなら占い師は釣られないし、占われる可能性が低いからですね。だから出てきてる可能性っていうのがあります。これはややこしいですね。占いが3人、僕を信じれば村の勝利は揺るがないよ。占い師が3人名乗り出たと。で、共有者も1人出てるんですね。なるほどなるほど。これはまあ初日はランダムに投票させますか。まあ、霊能者出して、村格にさしてもいいんですけど、2日目になった時に霊能者出てきた、そいつが本物って信じられますかっていう話になってくるんで、これ霊能者カミングアウトさせます。まずは霊能をカミングアウトさせます。私霊能者になったんだよ。狼さんたちを覚悟した方がいいよ。少女ベアトリーチェ、僕は霊能者だよ。どうやら幽霊が見えるようになっちゃったみたいなんだ。怖い言い方すんなよこの青年。霊能も2人出ました。霊能の方は人狼ってことは、語ってる人間が今現在3人もいるってことです。ってことはこの中に絶対人狼がいるんですね。人狼狂人陽子が語ってる可能性もあるんで、わかんない、微妙なとこですね。とりあえずグレランしましょうか。グレランっていうのは、あ、初日まだあれなんで投票ができないんですね。さあ2日目いきましょう。
占い師か霊能者が噛まれてると厄介なことになりますね。2日目になりました。お、宿屋主人風豪ざまざまざま、天罰だな。いい気味だ。しかしあの警戒心の強い風豪がやられたとはな。籠城は無意味か。あの金田一少年でもそうですよ、ああいう部屋に立てこもるやつっていうのは即殺されますからね。ベッティちゃんは人狼よ。あなたがみんなを。ほう、人狼と占ったベッティ。あ、ベッティが人狼だと。人間です、人狼ではありません。オクタビアは白よ。村人なら仕事は取らないことねと。ソーセージ、あいつがオクタビアを白だと言っている。占い神がいるとオクタビアさんは白だ。オクタビアは2人から白をもらっているんで、この時を待っていたのは僕が残りの共有者である。ヘルムート、相方はヘルムソットさんで間違いないわ。出るのが遅いのは私に任せなんで無責任すぎないと。共有者も出ました。で、夫人が2人に白をもらってます。で、店員が、占い師1人から人狼だと言われています。なので店員を釣って色を見るっていう戦術がいいんじゃないかなって思ってます。まあ、でも霊能者が2人いるからな。まあ、LINE は見えますけどね。霊能者と占い師の LINE っていうのは、霊能者と占い師誰と誰がつながっているかっていうのが見れるじゃないかなと思ってます。これで店員釣った時に人狼って言えば、お上かな、この女将とつながるし、人間って言えばもう完全に女将とは切れるんですよ、霊能者が。じゃあもう店員一択でしょう。ここは店員を釣ります。指定指示、指定投票、店員狩人だったら名乗り出てくれ。店員ちょっと狩人だったら名乗り出てくれ。かなり勝利に近づく狩人なら。店員、店員は流れ者に投票していると。そんなあんまりです。さあベッティの結果が気になるところですね。霊能の結果を聞きましょう。両方が白といえば一人占い師が破綻します。両方が黒と言うってことはほとんどないと思いますけど、占い師が確定するんじゃないかなと思ってますね。ヘルムート、共有者ヘルムートが噛まれたと。イヴァンさんは人間だったと。で、イヴァンが人間。ほうほう、イヴァンは限りなく人間に近づいてます。マテウスは人間だと。気になるのはね、霊能者の結果ですよ。ベッティお姉ちゃんは黒、狼さんだったよと。多分もう一人の霊能者は白って言いますね。人間だったよってほら言いますよね。共有者の、共有者というか霊能者の結果も分かれました。で、少女と女将、この狼のはつながりましたね。で、青年と狼は切れました。完全に同陣営であるってことはありえないです。うん、ワンチャンオカミが強靭でミスって言ってしまったみたいな可能性はありますけど、ほぼほぼ同陣営はありえないですね。なんでそろそろ役職に手をかけたいなとは思ってるんですけども、じゃあ誰を釣るかってことなんですが、霊能師の結果が分かれたか。完全にラインが少女とオカミがつながってるんですよ。で、青年とオカミが切れたんですね。大工と夫人がほぼほぼ白なんですよ、今の状況で。誰だろうな。投票洗うか。これ言動とか見れないんで、誰が怪しいとかっていうのはもう完全に投票先から見ていくしかないんですよね、状況的に。なるほどなるほど。傭兵が白もらってんのか。はいはいはい。双子の弟から白もらっていると。誰だろうな。ちょっと投票記録見ます。疑い先、疑い先、少年が異常に疑われてます。で、少年は流れ物を疑ってるんですね。はいはいはい。少年と職人が流れ物を疑ってて、あと全員は少年を占ってるってことか。
あ、少年を疑ってるってことか。少年めっちゃ疑われてますね。こんなにいっぱいに疑われるやつが人狼な可能性ってあるのかなって思ってて、じゃあ流れ者が人狼なんじゃないかなと思ってるんですよね。少年と職人、人狼の可能性は俺ないと思ってるんですよね。少年がだってこんなにいっぱい疑われてるのに人狼も疑ってるってことになるんですよね。少年と職人が疑ってんのが流れ者と。流れ者めっちゃ疑われてんな。で、流れ者って面白いのが投票されてるんですよ、店員に。店員が投票してんのが流れ者なんですよ。流れ者つっとくか、ここは。これね、指定指示した方がいいんですよ、できれば。どうしようかな。グレランしますか。グレランから見えてくるとかも、こととかもありますからね。グレランしましょうか。グレランします。グレランの結果、同数のやり直し。職人が処刑された。はい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 。職人と流れ者にやっぱ票が集まってますね。流れ者も、6票対7票っていう、すごい分かれた。釣られたのが職人だと。ひどいよ、オイラは村のために尽くしたのに。これちょっと結果見ましょう。大丈夫かな。そろそろ役職に手をかけていった方がいい気もしますけど、どうなる。4日目になりました。ソーセージ、フォルカ、ああ、双子の弟が処刑された。ビリーは人間だったと。で、あとはソーセージ、ビリーが人間。合わせてくるなぁ。ユリアンお兄ちゃんは白だったと。はい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 。青年を白、ユリアンは狼じゃなかったよ。青年が、霊能者がユリアンは狼じゃなかったと。ほう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 。職人は確実に人間ということになりました。つまりってなってくると、でも流れ者も限りなく白に近くなってくるんですね。こうなってくると2人から占われて白もらってるんで、そろそろ役職に手をかけた方が。あ、待って、噛まれてますね、占い師。双子の弟、双子の弟が噛まれてるってことは人狼である可能性がなくなりました。双子の弟がってことは、双子の弟が占ってたところっていうのがほぼほぼ確定で白になってくるんで、夫人と傭兵がほぼ白と見ていいでしょう。狂人と見られて噛まれた可能性もありますけど、傭兵と夫人はほぼ白です。ってなってくると、流れ者と大工はもう分かんなくなってくるんですよ、こうなってくると。なるほどね。少年釣るか。そろそろでも手をつけていかないとまずいんですよね。双子の姉か、おかみどっちか釣るか。こうなってくると、双子の姉とつながってんのが少女なんですよ。あ、おかみとつながってんのが少女なんですね。で、おかみは一人人狼を見つけてるんですよ。で、双子の姉が見つけてるのが、とつながんのが青年か。まあ、つながってるかわかんないけど。青年とオカミは完全に切れてますね。ってことは、もうオカミ目線、一人人狼が釣れているんで、オカミこれ最悪釣っても、継承だと俺は見ます。まだ釣れる位置だと思ってます。占い師の中だと。双子の弟が噛まれてる以上、そろそろ釣っていかないとまずい。オカミと双子の姉が互いに占い合うっていう、手もなくはないのか。まあまあ、ここは俺オカミ釣ります。指定投票で。これオカミが本物の可能性もありますけど、全然人狼見つけた本物の可能性もありますけど、一人人狼見つけてるんで、両方をケアしないと今の状況まずいんですよ。オカミの目線に立って進めてると、オカミが本物偽物だった時にほぼほぼ終わっちゃうんで、おかみを本物と見た方が楽っちゃ楽なんですよ。店員一人人狼で見つけてるんで、これは
おかみ釣ります。おかみが投票してるのが双子のあれ、そりゃそうですね、太鼓占いなんで、そりゃ投票しますわね。投票の結果、酒場のままヘルガは処刑されたと。さあ、霊能の結果がどう出るかですね。おかみと少年、少女が完全につながってたんですね。5日目になりましたと。噛まれたのが。犠牲者いませんでした。犠牲者がいなかった。これ、狩人が守ったか、陽子を噛んだかのどっちかですね、これは。占い神がマテウスは黒よ。観念なさい。マテウスが黒だと言っていると。ヘルガさんは白だったよ。まあそうですね。ヘルガとこの少女ベアトリーチで繋がってますからね。ヘルガさんは狼じゃなかった。まずいじゃ。ヘルガ狼じゃなかったってことです。つまり。狂人か、本物。か、陽子の可能性まだあるけど、多分俺陽子噛んだじゃないかなと思ってます。さっきの晩は。なるほど。少女がと青年が、青年は婦人と完全に切れてるにもかかわらず人間判定出してるんですよ。うん、人間判定出しますかってはずな話なんですよね、切れてるのであれば。で、傭兵を黒って言ってるのか、この双子の姉が。傭兵は双子の弟と、双子の弟から白が出ていると。で、双子の弟が噛まれてるんで、双子の傭兵は限りなく俺は白に近いなと思ってるんで、双子の姉が人狼って出したんじゃないですかね、村人に対しての可能性が非常に高いかなと思うんですけど、噛まれてますからね、双子の弟が。その占い先で白が出てる傭兵を狼って言ってるのがちょっと妙なんですよ。うん。で、双子の姉が傭兵に対して、わかんないな、傭兵つって色見るって手もありますけど、まだ、双子の弟の占い先ですけどね。もったいない気もするんだよな。残せる位置じゃないんですよね、でも傭兵って。微妙なとこだな。傭兵つるか。で、占い師が本物が誰かっていうのを確定させに行くか。指示します。指定指示、指定投票、傭兵を釣りましょう。傭兵は限りなく人間に近いっぽいけどな。でも、で、黒打ってきたってことか。はい、じゃあ傭兵を釣りましょう。危ない、流れ物釣るとこだった。カリウッドだったらカミングアウトしてくれよ、傭兵。カミングアウトしなかった。で、少女に投票していると。納得いかねえなってことなんですけど、これで色が見えます。霊能者の、霊能者が生き残っていれば。さあ、どうだ。狼と出るか、白と出るか。はいはい、イヴァンが噛まれた。これは問題ないですね。ザムエルは白よ。ザムエルが白と。信用できんのかな、このソーセージ。マテウスさんは白だったよ。マテウスは人狼だったよ。ここも分かれた。少女がマテウスを白だと、人間だと言っている。で、少女と双子の姉が切れる、完全に切ります、別陣営です。で、双子の姉と青年が同陣営である可能性が高いです。難しいが、あと釣り縄は3つあるんですね。狩人にカミングアウトさせるっていう手もなきにしもあらずですが、双子の姉を釣るか。双子の姉を釣ってみて、噛まれてないですからね、双子の姉がずっと。で、双子の弟なんですよ、方法、本物は。噛まれてるんで。双子の姉釣ります。双子の姉を釣って、色を見る。か。双子の姉を釣ります。
そうですね、双子の姉を継ぎましょう。もうこうなったらこれで確実に役職次の日に終わることっていうのがないので、これで次の日に終わることは確実にないので役職を継っていってるんでね。待って、双子の姉宝石に投票してるよ。おかしくないこれ。だって宝石って人間で出したんですよ双子の姉は。なんで投票してんのこれ。おかしいですねこの双子の姉のやってる行動。だって宝石って自分が白って出したのになんで投票してんだこれ。これ偽物じゃないですかほぼ。エーファはもうほぼ偽物だと見ていいでしょこの投票の仕方って。だって自分が白出したところに投票してるって絶対おかしいんですよこれ。霊能の結果によってはもうエーファは俺の中で切りますわ。俺確実に俺人外側だと俺思ってる。エーファお姉ちゃんは白だったよ。エーファは狼じゃなかったよ。はぁ、エーファは狼じゃないことが確定したってことか。じゃあってことは、狼は狼です。双子の弟が噛まれてる。で双子の姉が狂人。双子の弟か双子の姉のどっちかが狂人と見ていいですね。で、おかみが人狼です。おかみが人狼なので、が確定するんですよ、もうこの時点で。うん。おかみが人狼であることがこの時点で確定します。なぜなら、双子の弟は噛まれて人間が確定してるんですよ。双子の弟を占って溶かしたっていう可能性もありますけどね。ワンチャン。ありますけど、占い師を占うっていう可能性はほぼほぼ低いので、双子の弟は人間側なんですよ。で、双子の姉も人間で出してるんですよね、霊能者が。霊能者二人が。なんで、お上が人狼なんですよ。で、お上を人狼って言っている霊能者が、いない。両方しろって言ってる？じゃあ、人狼に、が出てきてないってことが占い師の方に？そんなことあります？お上と双子の姉両方しろって言ってるんですよ、この霊能者。ってことは人狼出てきてないってことですね、これ。占い師の方に人狼出てきてないです。っていうことになります、これ。お上と双子の姉が白なんで。で、双子の弟も白なんで。占い師に人狼出てないってことは、狂人、陽子。陽子は死んでます。で、陽子は死んでて、狂人、を処刑してるってことは、人狼があと少女と青年、霊能者を名乗ってるどっちかに人狼がいます、これ。っていうことになります。で、占い師がの本物、誰が本物かっていうのはもう分かんないな、特定のしようがないんで。でも噛まれてる双子の弟が陽子か本物なんじゃないかなってって思うので、夫人と傭兵は釣れない。夫人は釣れない。少年が誰からも恨まれてないと。で、共有者生き残ってるんですね。俺これ狩人カミングアウトさせます。カミングアウト指示で狩人はいないようだ。狩人どっかで死んだのか。少年釣るか。とりあえず少女と青年どっちが本物だ。ちょっと LINE 見るしかない。少女と女将切れてるんですよ、完全に。少女と女将が完全に切れてるんですよね。で、女将が白だと言っている、両方が白だと言っている。で、傭兵を黒だと言ってるんで、人狼は確実に一人連れている。少女と青年を両方釣るか、これ。釣ってる余裕あんのか、これ。この状況ないな。少女と傭兵、あの青年もどっちか決め打つしかないです、この状況は。少年釣るか。間違ったら終わりますね、ここ。ここ間違ったら終わります。
いやー、微妙だな。少年か。少年は誰からも占われてないんですよね。夫人が限りなく白に近い。で、宝石はわかんない。宝石と少年のどっちかに黒がいるんですよ。誰か破綻してるやついないかな。もう少年。あー、微妙だが。双子の姉釣りが投票した宝石。双子の姉は偽物なんで、傭兵を黒と言っている。双子の姉を黒と出してるんですよ。双子の姉が傭兵を黒って出してるんで、双子の姉と陣営が切れている青年は、青年黒って出してるんで、双子の姉と同時陣営なんですけど、双子の姉は最後に宝石に投票したんで、ほぼほぼ偽物なんですね。なんで、青年が俺偽物じゃないかなって思ってます。俺、青年に投票しますわ。もうこれしかない。指定投票。合ってると思いたい。青年、お前が人狼だ。いきます。間違ったら終わります。間違ったら終わります。悔しいけど、これの村の決定なんだね。頼む。あるか？次の日来るか？いや、合ってると思う、これ。よし！来ました。次の日来ました。共有者のエルザが切られたと。アーベルお兄さんは黒、狼さんだったよと。ですね。ってことは、あと一人です。あと一人です。人狼は。もうこれ、少女が、生き残ってるんで、少女はもう鉄板の人間だと思うしかないです、これは。人狼ではないです、少女は。で、あと一人です、人狼は。俺の予想だと、宝石か少年、どっちか人狼ですね。でも、夫人は二人に白をもらってるんですよ。で、限りなく本物である双子の弟に白をもらっているので、夫人はもう省くしかないです。これは人間だと決め打つしかないです。少年か宝石のどっちかが人狼です、これ。で、双子の姉が最後に投票したのが宝石なんですよ。これおかしいです、どう考えても。ほぼ偽物です、双子の姉は。で、宝石を釣りに行ってるんですよ。こんなおかしいことはない。俺、少年が潜伏の人狼だと俺思います。多分。少年ですね。うん。俺、これ少年釣ります。だって、決め手がもう双子の姉が最後に宝石に投票したということだけです。僕は少年に投票します。指定投票。少年、お前が潜伏の人狼だ。これで終わる。勝って負けてもこれで終わります。いきます。頼む。終われ。ひどいよ。僕を信じてくれないの？釣ります。これは間違いない。なぜ俺が間違いないかと言いますと、少年最後に少女に投票してたんですよ。少女はもう人間確定なんです。これは当たり前のことなんですけど、最後投票してたんです。これ勝ったと思います。これ言ったでしょ、言ったでしょ。うわ、こっちかー、こっちかー。所詮人間なのこの程度よ。うわ、こっちかー。ってことは、双子の姉が本物だ。村人ですね、風豪は。ベッティは人狼だった。これ間違いなかったんですよ。ヘルムーと共有者噛まれたと。うわ、最後マジか。双子の姉がわけわかんないことしたんだ、じゃあ。占い師フォルカーが噛まれてますね。ヘルガが狂人だった。ははははは。待て、ウス村人と。イヴァンは人間ですね。間違いないです、これは。エーファ占い師。エーファ陽子だったのか。ビリーが狩人噛まれたと。アーベルが人狼ですね。こいつは処刑できました。エルザ共有者。うわー、ティル村人だったが。オクタビア村人。まあ、共有者ですからね。ザムエル人狼。
そうか、ベアトリーチェ霊能者ですね。うわ、そうか。今のさっきのおさらいしますと、さっきのおさらいしますと、2番、双子の姉に人間判定を出されているんですよ。陽子である双子の姉に人間判定を出されているんですね、宝石商は。なのに双子の姉は宝石商に投票したんですよ。これは双子の姉が偽物だからですね。で、双子の姉は宝石商を殺しに行ってるんで、宝石商が人狼であるという可能性が僕は低いと思ったんですよ。だって双子の姉が偽物なんであれば、双子の姉が殺そうとした人は人狼ではないっていうふうに考えたんですね。はあ、やられた。はい、やられました。ちょっといろいろ反省点というか、双子の姉が陽子だったから、もうどうでもよくなったんでしょうか。あの投票の先はちょっと変だったかなと思います。はい、ちょっとね、また反省し直して、この陽子村、次回でね、なんとかクリアしたいなと思います。なんか後から見直すとね、多分いろいろと、推理できる点とかもあったかなと思うんですけど、また次回ね、陽子村、何としても攻略したいなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。